皆さん、こんにちは、ズイッコです。それでは今回なんですけども、新しいキャッシュの詳細がついに明らかに気になる機能やカードの発行手数料など簡単解説ということで、以前動画でもお伝えしたあのビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュの新しい情報が入りましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ちなみにその時の動画、以前の動画はまだ見られてない方がいらっしゃいましたら下に貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。で、新しいキャッシュの情報については、まあ一応僕のツイッターやキャッシュ 州からのこう公式のメールで届いてすでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあぜひですねご一緒に公式ページを見ながら楽しんでいただければと思います。それではまずはこちらですね。 じゃんということで、今回の新しいキャッシュのこちらがカードとなります。いや、まあ、一言で言えるのは、めちゃくちゃオシャレですよね。まあ、従来のキャッシュは、まあ、青一色ではあったんですけども、今回は三色ありまして、一応公式では、ネイビー、シルバー、ピンクという三色になっています。ネイビーはかなり渋めな印象。まあ、シルバーはどことなくあの、アップルカードを連想させるような感じですね。そして、ピンクがまたなんか可愛らしくていいですよね。女性も簡単にこう、モテそうな感じです。 しかも表面にカード番号が記載されてないので、もしこう、まあ道端で落として第三者の方が拾ってもカード番号が見られることがないっていうのはまあ一つの安心材料になるかなというふうにも思っています。そしてまあ次、何と言ってもこれですよね。今回のキャッシュには IC チップが加わってます。なのでお会計の時のサインをしなくて済むということ。 あとは、コンタクトレス決済、いわゆるそのタッチ決済が常に対応するということになります。まあ、今回は、ビザのタッチ決済が搭載されるので、これはかなりの広範囲で活躍ができそうな気もします。そして、タッチです。決済が済むという気軽さは本当に好印象ですね。あとは、モバイル非接触決済にも対応しています。そして、以前にも比べて、セキュリティに関してはかなり高くなっているみたいです。ま、いろいろと記載はされてはいるんですけども、 3D セキュアのことについては特に記載がされてないんですよね。まあこれはちょっと個人的には、んーっていう風にちょっと気になってます。 そしてここからは今度出るキャッシュ、そして従来のキャッシュ、あとはキャッシュのバーチャルカードについてお伝えしていこうと思います。まあ簡単な比較ですね。これ公式ページからそのまま引っ張ってきたんですけども。まあ、ご覧のように一番左が今度出るキャッシュの新しいカード。ちなみに従来のキャッシュはキャッシュカードライトというものになるみたいですね。まあちょっと名前が変わってなんかニンテンドースイッチみたい。 まあこの表を見る限りは先ほどお伝えした IC チップ、タッチ決済、Google Pay、国内海外、そして上限が30万円。これ24時間あたりの決済上限ですね。これが30万円となっています。まあ、これを見て思ったのは、まあ、Google Pay のクイックペ y での決済はこれまで通りなんですが、Apple Pay が今のところ情報はなさそうですね。 次はこちら。月当たりの決済上限っていうのが100万円というのは、まあ、キャッシュのヘビーユーザーの方からするとちょっと嬉しいニュースかなというふうに思います。そして見てほしいのはここですよね。ポイント還元率がなんと1%。まあ、これはこのまま、これまで通りなんですが、従来のキャッシュの還元率が、まあ、これは今、今は1%なんですが、2020年の4月1日より0.5%に変更がされます。まあ、なので、この還元を見る限りは、これまでのキャッシュの ユーザーの方たちを今度の新しいキャッシュに移行するための流れなのかなという風に思っていますあとは発行手数料なんですけども新しいキャッシュは900円ですねまあこれは高いか安いかっていうのはそれぞれあるかなと思いますそしてここですねなんと従来のキャッシュはこれまで発行手数料が無料だったんですがなんと300円に上がってしまいますこれはちょっと驚きましたね そして、それぞれの年会費は無料ということになっているので、まあ最初の発行手数料以外に関しては基本的には維持するだけでも特には問題ないかなと思います。で、以前と同じように、まあこれ公式ページにあったんですけども、発行開始日のお知らせをしてくれるフォームもあったので、もしですね、キャッシュの情報を知りたい方はメールアドレスを登録するのもいいと思います。まあ以上がキャッシュの新しい情報についてでした。ちなみにこれ補足なんですけども、これ僕がよく利用しているポイントサイト、笑うというポイントサイトでは、今キャッシュのカードを発行したら、 条件を満たせば1000円分のポライポイントがもらうことができます。なのでキャッシュの発行手数料がかかる前に、まあ、とりあえずキャッシュのビザプラベートキャッシュのリアルカードを発行しておきたいなという方がいらっしゃいましたら、まあ、下に笑うの紹介リンクも貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。ちなみにこのキャッシュのページについてはスマホ画面しか見れないのでお気を付けください。 まあそんなこんなで今回はキャッシュの新しい情報についてお伝えさせていただきました。いやまあタッチ決済とかに対応するっていうのは結構今風な感じでいいですよね。あとはやっぱり 3D セキュアが対応するのかどうかというのがやっぱりちょっとこう気になります。実際にこの公式ページを見ても特にどこにもこう記載がなかったのでもし対応すればさらにユーザーは増えそうな印象でした。まあ僕はこういう時は興味本位でなんちゃかんちゃこの新しいキャッシュは発行すると思います。まあ ですね。この新しいキャッシュに関するコメントをぜひ皆さんのコメントお待ちしております一応下の概要欄に今回のキャッシュに関する公式のリンクも貼っておきますので詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました